3連休最終日のきょう県内は大気の状態が不安定となっていて急な強い雨や落雷に注意が必要です暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で県内は香川を中心に雲が広がる時間帯があり金沢市には一時大雨警報が出されましたこの後も雨の降りやすい状態は続き 今日予想される一時間降水量はいずれも多いところで、加賀能登ともに二十五ミリとなっています。三連休最終日の兼六園では、朝から園内を散策する人たちの姿が見られました。雨でも、なんか。この水の滴る植物が美しくて、雨でも良かったのかなと思ってます。 大気の不安定な状態は明日にかけて続く見込みで、金沢地方気象台は、急な強い雨や落雷に注意するよう呼びかけています。